2つの中心性を持つ惑星はスター・ウォーズに登場するタトゥーイーンなど SF ではおなじみの存在となっていますこういった惑星は「週連星惑星」と呼ばれ実は宇宙には多数存在すると考えられています実際太陽型の恒星の半分以上は連星系であることが星の統計から示されており近年ではケ外惑星のトランジット観測でも週連星惑星の発見が相次いでいますこれまでに発見された週連星惑星はガス惑星ばかりですが いずれ地球のような個体惑星が発見されるのも時間の問題でしょう。こういった連星系に地球型惑星が存在した場合にその惑星がどのような気候を持つのか2020年9月25日に JGR プラネッツの経外惑星特集号で発表された論文をもとにご紹介します。中中連星惑星惑ののの最大の特徴は、中心星からの日射が、 年間を通じて大きく変動することです極端な場合日射の変動量は約100日周期で50%も変わると予想されます地球の場合年間を通じて日射の変動は数程度ですのでこれと比較すると周年星惑星の日射量変動がいかに大きいか実感できるでしょうこれまでの研究では延直一次元の放射伝達モデルや海洋性型の大気や液体の水で全球が覆われた海惑星を仮定した GCM によって 連星惑星惑の気候が検討されてきました。本論文ではこれまでよりも幅広いパラメーター空間で地球型の周連星惑星の気候を GCM によって調べています地球型といっても地球の GCM をそのまま使っているので実質的には地球に太陽が2つあったらという話だと思っていただいて構いません連星のうち主星は太陽とほぼ同じような G 型星に設定し晩星の方には太陽質量の G 型星から より小さい M 型星までを仮定したさまざまな組み合わせを考えますこういった条件でまずは惑星が安定に存在できる軌道条件を解析的に求めていきますこちらの図は検討した組み合わせの中で惑星が受ける日射量を示しています横軸は晩星の質量縦軸は晩星の軌道長半径を示しています白い領域は力学的に惑星が安定に存在できない領域です4パターンあるのは連星系の離心率を変えた場合です色の強さは 週連星惑星が受け取る時間平均の日射量に対して最大日射量がどれだけ変動するのかパーセントで表示しています赤い領域ほど日射の変動が大きいことを示していますこの図から日射の変動は最大で50%に達することが分かります本論文ではこれらのパラメータ空間の中から12のケースを抽出して惑星の気候を GCM によって計算していきますこちらの図は12通りの惑星が受け取る日射の時間変化を示しています横軸が時間 縦軸は日射量です。オレンジの線は1時間ごとの日射量黒い線は30日間の移動平均ですこのうちケース1は中心性が1つだけの場合でほぼ現在の地球に相当する計算ですこちらのケース1は比較用の基準だと考えてくださいオレンジの線がところどころ下に伸びていますがこれは連星系で片方の星がもう片方の星を隠す職が起きて日射が減少している状況です例えばケース4ではす 非常に短い周期で食が次々と起こっている状況です。それぞれの場合のパラメーターは論文のテーブル2に示されていますので、興味がある方はご確認ください。本論文は無料で全文公開されています。このうち最も日射の変動が大きいのがケース7で変動率は51%です。ケース7は主星が G 型星で、番星が M 型星、お互いに 0.4AU 離れた軌道を74日の周期で好転しています。これは太陽系で 概ね太陽とと星の関係ぐらいだだ思ってくださいさてこういった12のケースに対して GCM を走らせてみましょう計算の結果求められた惑星の気温がこちらの図で示されています今度は縦軸が温度です赤い線がその惑星で最も温度が高い地点の気温緑が陸地の平均気温でそれぞれ1時間おきに示したものです潰れていて見えないですが青い線は海洋の平均気温ですそれぞれの黒い線は 30日間の移動平均を示していますケース1の地球の場合に対して他のケースでは気温の変化はどうなっているでしょうか例えば日射の変動が最大だったケース7では局所的な最高気温と陸地の平均気温は確かにやや変動が大きくなりますが地球の場合に対してそこまで大きくなっているわけではないことが分かりますまた海洋の平均気温を見ると驚くほど変化していないことも分かりますこれは他のケースの惑星に対しても 同様のことが言えます。つまりたとえ地球に太陽が2つあるような極端な場合を仮定したとしても地球の気温変動はほとんどないことが分かりましたこれが本論文の重要な結論ですなぜこのようなことが起こるのかというと地球表面の7割を占める海洋は熱管制が大きく多少の温度変化を吸収してしまうからです地球の気候システムは非常に複雑であり大規模な火山噴火や天体衝突大陸配置の変化などによって 全球凍結や暴走温室状態になったりする可能性を秘めていますが少なくとも連星系による日射量の周期的な変動には驚異的な適応能力を示すことが本論文によって示されました一方で海を持たない乾燥した周連星惑星だとどうなるでしょうかスター・ウォーズに登場するタトゥーイーンは双子の太陽を回る砂漠の惑星だと設定されています本論文では定量的な検討はしておりませんが 海を持たない周連星惑星だと熱感性が小さいため気温変動は著しく大きくなることが予想されます連星系においてもハビタブルな惑星は海洋の存在によって気候が安定化するそして宇宙には連星が多数存在することを考慮すると連星系でもハビタブルな惑星を探すことは重要であるというのが本論文の示唆ですそれではご視聴いただきありがとうございました次回もお楽しみに。